の海外進出の例ですね。こちらですね、まあ、日本企業のですね、海外進出の例なんですけれども、まあ、例えばですね、ソニーとかですね、トヨタ、ユニクロ、三菱商事、パナソニックとかですね、こういったところもですね、海外進出はもうしているので、逆に海外でですね、行かれた方は見かけられているかなと。特に分かりやすいプロダクツですね、ユニクロとかですね、ソニーとか、トヨタとかですね、自動車関係というのはもう本当にすぐに見て分かりますので、まあ、日本企業がどれだけ活躍しているかと。あと、まあ、東南アジアなんか特にですね、飲食店のチェーン店とかですね、あとコンビニですね、ローソンとかミニストップとかも普通にありますし、ファミリーマートなんかもかなりあります。まあ、どんどんですね、日本企業の海外進出の例というのは増えていくのかなと思いますが、まあ、しっかり計画をしているところがうまくいっているというところですね。で、日本企業のですね、海外進出の割合について